よく来てくれたわね。どうも。早速だけど。挨拶に出向いてくれて感謝するよ。ルシスの王がいらしてるとあればね。天主が何も教えてくれないものだから、ご本人をここにお呼びしたの。私が今知っているのは一応あなたが王だってことだけよ。あんたはカンナギを保護してると言ったな。ここに連れてきてくれ。気が早いわね。少しは話を聞きなさい。こちらも質問させてもらえるかしら。カンナギは水刃を起こして何をするの？啓示の準備だ。俺が水刃の力をもらう。ふふん、それが聞きたかったわ。神が王に力を与える。でも簡単に受け渡されるものかしら。私はここで騒ぎが起きるのを心配しているの。ルシスでも巨神の一件があったわね。何が起きたか教えてくれる？巨神、旅に出たっぽいわ。そう、素敵な表現ね。おそらく戦争になるでしょう。でも神様だろうと帝国だろうと、うちで戦争されては困るわ。でも帝国が負ける分には問題ないよな。面白いこと言うじゃない。水神の力に期待してんだろ。何でも神頼みというほどじゃないわ。その前にやらないといけないことがある。それじゃあ取引の話をさせてもらうわ。市民の避難に手を貸して、でなきゃ儀式はさせられない。避難はいいとして、町への被害は？お気遣い感謝するわ。そっちは容認するつもりよ。人を守ってもらえればいい。それが最低限の条件。あともう一つ、儀式以降の面倒は見られないわ。あなたたちで何とかしてちょうだい。ああ、任せてくれ。あとは自由にやる。ありがとう。悪いわね、飛空艇に立ち向かえる兵なんて世界を見回してもなかなかいないわ。取引については以上よ。市民の避難と帝国の相手、一通り条件は理解できたかしら。ああ、共闘の契約を結ぼう。共闘？言うわね。ええ、こちらもカンナギの保護に責任を持つわ。それとないとは思うけれど、私はアコルドの首相。市民に被害が及ぶならその時はカンナギも王も切る。分かった。首相として市民を守れ。父親に似てるわね。
どういう意味だよ。さといのか鈍いのかわからない男ね。首相、お時間です。市民の避難に必要な人員は3名。人選は任せる。帝国軍の情報を伝えておくわね。今回は飛空艇4隻最大規模になるわよ。うまく動いてくれると期待してる。こちらもそれに応えるわ。はあ。面倒見らんないものは見ないよ。ああ、やけに正直に話してたじゃないか。若いなと思ってね。王様もカンナギもレイニスが死んで、クリスタルも取られて、カンナギの前任がやられてからもう何年になる。帝国はこの十数年でどんどんおかしくなってる。儀式の間の行動についてだが、水神を帝国軍の攻撃から守る必要がある。とはいえ王様も力をもらう前だからな。俺たち3人は避難誘導だしね。ああ、できるとしてもせいぜい水神の支援程度だ。ほう、支援だ。敵は巨神の時と同じく水神の動きを封じに来る。あの時突き刺してたアンカ、もしあれを外せるならだいぶ有利になるだろう。なるほどな。だが無理はすんなよ。啓示ができなきゃ話にならねえからな。臨機応変に判断してくれ。ああ、わかった。